はい、どうも、ナヤです。今回はですね、こちら、原子根の存在定理をご紹介していきたいと思います。そして、この原子根の存在定理も、このチャンネルでは2パターン紹介します。書籍ではですね、だいたい1パターンずつ載っていることが多いんですけども、今回僕のチャンネルでは2パターン紹介します。そして具体例もちょっとつけていて、結構ですね、凝っているので、ぜひ最後までご覧になってはいかがでしょうか。はい、ということで早速始めていきたいと思います。まず原子根なんですけども、素数 P の原子根は必ず存在するっていうのが原子根の存在定理です。その個数っていうものは、はい、ファイ、カッコ、P-1 個であります。この原子根の存在定理を今から証明していきたいと思います。といってもちょっと原子根だったり位数、指数だったり様々なですね、定義が出てくるので、ちょっとごちゃごちゃになるので、少しこの具体例をやってみたいと思います。まず例ということで、P イコール7で考えます。はい、すると P-1 は6により、1、2、3、4、5、6を見てみます。はい、そしてこの表に、それぞれ埋めていきます。はい、まずモッド7で全部考えてます。モッド7で考えてみると、この0乗っていうものは全て1と5ですよね。なぜなら0乗って1だから、もう1、5、1みたいになってて、ここはもうすぐに5だと分かります。はい、そして次に1乗のところですね。この1乗のところは上側は1と5なんですけども、ここは5ではありません。2と1は7で割ると余りが違いますからね。同じく3も4も5も6も合同ではありません。はい、そして次に2乗の部分を見てみたいと思います。はい、2乗の部分はここ、2の2乗って4なので、7で割ると余りが4だから1と合同ではありません。3の2乗も9なので、7で割ると余りが2となって1にはならないから合同ではありません。で、4の2乗は16、7で割ると14なので余りが2になって、これも違いますね。で、5の2乗は25なんですけども、7で割ると21になって余りが4なので、こちらも違いますね。で、6の2乗が36なんですけども、これって余りが1になってたら、これは、はい、1と合同になってます。同じく3乗の部分もやってみましょう。はい、すると2の3乗って8なので、7で割ると余りが1なので、こちらも成り立ってます。しかしこちら27っていうものは、7で割っても余りが1になることから成り立ちません。同様に考えると4の3乗も実は成り立ってます。で、5の3乗はダメ、6の3乗もダメです。こちら計算した結果になったと思ってください。で、4乗の場合もやってみましょう。はい、4乗の場合も全部計算した結果、はい、全て合同ではありません。では5乗いってみます。5乗も全て合同ではありません。じゃあ最後6乗ですね。つまり P-1 ですね、6は。これ見てみると、こうですね、3の6乗が実は1と合同になって、6の5の6乗も1と合同になります。はい、ということは、これですね。はい、3と5は7の原子根となってます。はい、そして、はい、この赤でチェックつけたとこなんですけども、こちらは、はい、位数の性質を満たします。はい、どういうことかというと、はい、x の e 乗合同1、モッド p、 そして x と p は互いにそうですね、最大公約数が1、これを満たす最小の自然数 e ですね、ここ e 乗の部分、これを、はい、位数と言いました。そしてこの位数が、はい、p-1 の時 x に入る整数ですね、こちらが p-1 の時 x に入る整数を、はい、原子根と言いますね。はい、ということは、1っていうものは、1乗して初めて1になる。で、ここの左側の0乗なんですけども、こちらはですね、最小の自然数っていうふうに位数は定義されているので、0って自然数じゃないことから、もちろん0乗したら1になるんですけども、こちらは考える必要はありませんね。はい、なので、位数を示すのは、1の位数は1です。2の位数は3です。3乗して初めて1なので、1と5になるので、元7を元にですよ。で、3は6乗して初めて1になることから、位数は6。で、4は3。5は6。6は2。これがそれぞれ位数に対応してます。はい、ということは、例で言えるのは、はい、
位数が p-1 イコール6の、はい、約数になってますね。1、3、6、3、6、2って全部6の約数になってますね。はい、つまり位数となりうる数字は p-1 の約数の1、2、3、6でしかありえません。はい、こういうことが実は言えます。はい、さらに、はい、さらに位数イコール1である1から6までの数ですね。法7を元にして 7-1 の6ですね。なんで1、2、3、4、5、6って考えてるんですけども、はい、その中で位数が1である1から6までの数って実は φ1 個というふうに決まってます。はい、なので1個ですね。はい、位数が1である数って1でしかないですね。ここでは x イコール1の項ですね。 x に入るのは1です。はい、同様に、はい、位数が2である1から6までの数っていうものは、はい、位数が2であるからここ6ですね。はい、なので、はい、ここの6しかないから1個ですね。これ x が6が対応してます。そして位数が3である1から6までの数っていうものは φ3 イコール2個になります。はい、位数が3であるやつっていうのは4と2ですね。はい、なので2個です。 x に入るものは2と4が対応してますね。はい、同様に位数が6である1から6までの数っていうものは φ6 個、つまりこれも φ6 っていうのは2です。なので x に対応しているものは3と5ですね。はい、ということはここ 1、2、3、4、5、6 っていうふうにこう漏れなくもう入っちゃってます。なので位数が p-1=6、まあつまり一般的に言うと位数が p-1 の約数であるもので、すべてそのそれを満たす x っていうものを賄っている感じになります。 p-1 個のこのこれを全部バーって位数が存在します。それがその存在する位数はすべてその p-1 の約数となっているということがわかります。はい、ということでまとめると、はい、位数が1または2または3または6である数の合計個数っていうものは、はい、このように φ1 たす φ2 たす φ3 たす φ6 イコールシグマの d 縦棒6の φd イコール6。そしてここの分は p-1 にすれば一般的に p-1 で言うことができます。そしてまたさらにここをまとめてみるんですけども、はい、ということは、位数が p-1 の約数 d である1から p-1 の中の数っていうものは φd イコールあることが言えそうですね。はい、言えそうです。例えば1から p-1 っていうのはこの1から6までを言ってます。ここの中でそれぞれの数は、はい、位数を必ず持つんですけども、その位数っていうものは全てこの p-1 の約数として成り立つというような感じです。 d イコール p-1 の時 φ カッコ p-1 個であることが言えて、原子項の存在定理が成り立ちますね。はい、6の約数ですね。6の約数では6そのものが約数だったりするので、p-1 の約数の一つは p-1 ですよね。なので d を p-1 にしたときに、はい、ここの φd というものを p-1 に置き換えたものが言えます。そしてそれは原子根であるっていうふうになるので、これを示すことができれば原子根の存在定理を示すことになります。はい、つまり、はい。位数 d である1から p-1 の中の数は φd イコールあることを示せばいいということになります。はい、この示すっていうことなんですけども、結構ですね、工夫が必要になります。はい、証明は次の性質を利用しないといけません。はい、例の3の部分ですね、この3のここの列を取り出してみます。はい、3とずーっとなっているここの列を取り出します。はい、3の0乗、3の1乗、3の2乗、3の3乗、3の4乗、3の5乗を取り出します。これを ① とします。はい。3の6乗はですね、もう、また3の0乗と同じここ、5度1となっているから、3の6乗はちょっと付け加えません。はい。そして、ここの指数のここの部分は、ここ、1、2、3、4、5、6個したいので、ここ d-1 個の形になってます。これ6-1個なんで5個ですね。ここは6-1の5ですね。これで0から始まっているから6個になってます。はい。そして、元7で考えます。するとですね、1は法7で合同のペアを作らない。はい、こちら。
こちらで合同なペアを作らないことの証明を載せてます。こちらをぜひご覧ください。はい、ということでこちらは合同なペアを作らない、そして6個ありますね。で、法7であることから X と P が互いに素である、つまりここで言った3と7が互いに素であることにより、余りが0となるものもいないですね。例えば7で割ると余りが0になるやつは、こう1、3、9、27、81、243の中で余りが0になるものもいないので、丸1っていうものは、はい、実は、はい、余りですね、これらの余りは全て異なることから、1、2、3、4、5、6のこれどれかと合同になる、つまりこれを考えていることになります。はい、今回で言えばこれはここです。ここを考えていることになります。はい、丸1をそれぞれ D 乗します。ということはここを D 乗するっていうものと変わらないっていうことが言えます。しかしここのこちらを使うと便利なんですね。なので丸1を D 乗するっていうことで、この K というものを0から5までの数として考えると、これを D 乗することからこのように3の K 乗の D 乗ですね、 K というものは0から5に対応しますよ。そしてこれを指数法則により入れ替えることにより、はい、3の D 乗の K 乗となりますね。そして3の D 乗は1と合同であることから元7になります。今回 D 乗って言ってもちょっとこれ D が6なので、ちょっとここ、はい、具体的なちょっと6に変えます。はい、P-1 の約数のうちの一つですね。はい、するとここ3の K 乗の6乗というものは指数法則によって3の6乗の K 乗とできて、3の6乗が1と合同であるということが言えてますね、ここで。なので1の K 乗は1だから、これも1と合同になってます。法7は元にです。はい、しかし丸1の数ですね、こちらの数がすべて、はい、異数6であるとは限りません。はい、というのも6乗したら全部1になるんですけども、異数っていうものは、はい、こちらですね、最初の指定数ですね、つまり初めて何乗して合同1にならないといけないんですけども、この6乗よりもちっちゃい数で合同1になりうる可能性があるので、で実際にいるので、そもそも異数が6であるとは限りません。1と合同にしうる最小の指数が6であるとは限らないということですね。で、実際1の中で、はい、実際1の中で異数が6になるものは、ここ6乗して初めて1と合同になるものは、実は、はい、計算してみると3の1乗と3の5乗です。3の1乗と3の5乗はさらにここを6乗して初めて1と合同になる数です。はい、はい、そして3の1乗と3の5乗のこの K 乗の部分ですね、3の K 乗としてみますの K の部分は、はい、この1と5なんですけども、これって6と互いに素の数ですよね。なので、はい、6と互いに素であるやつが、はい、異数が6であるものの可能性がありますね、ここ見ると。はい、なので K と6が互いに素、つまり K と6の最大公約数が1しかないようなやつ、そういったもののこれ1と5であるものが6乗して初めて、つまり P-1 の約数の一つである6ですね、6乗して初めて合同1になりうるものです。はい、なので0から K なんですけども、ここの範囲というものは、はい、ここの 5ですね。はい、そして3の1乗と3の5乗は法7の下で、3の1乗はもう3です。そして3の5乗っていうのは243です。3の4乗が89なので、かける3で243です。で、これって、はい、法7で7で割ると、はい、34×7足す5なので余りが5なんですね。なので3の5乗っていうものは法7の下では5と合同になることから、はい、5を考えていることになります。3の5乗はこの5を考えているというふうに言うことができます。なので3と5になるですね、はい、6乗して初めて3と5になることから、はい、はい、異数6となる数、ここでは3と5なので、はい、原子根を見つけることができました。はい、そして2の部分でもちょっとやってみたいと思います。はい、2の部分なんですけども、ここってもう2の3乗の部分ですでに異数が出ていることから、はい、
考える部分の集合というのは2の0乗、2の1乗、2の2乗までで十分です。ここで考えて2の3乗で初めて5の1になることから、ここのサイクルがそれぞれ合同なペアを一つも作らないですね。これを考えると、はい、それぞれ2の0乗、2の1乗、2の2乗というものをそれぞれ、はい、3乗してみます。3乗といっても D 乗ですね。 P-1 の約数乗してみます。はい、これを考えると、はい、ということでここの3つ考えると、3を異数とするのはこの2の0乗、2の1乗、2の2乗の中で、ここは1なので、もう1は1乗して初めて1になることから、もちろん5度1となるんですけども、はい、3は異数ではありませんね。最小の自然数でないことから。なので2の0乗は違います。で、2の1乗は、はい、3乗して初めて1になることから、はい、5ですね。なので2の1乗ですね。それと2の2乗は4ですね。はい、4。4も3乗して初めて5度1となることから、はい、2の2乗。つまり、2と4であります。で、K は0から2までですね。で、2の K 乗っていうものは、はい、3と K で互いに素であるような K ですね。そのような K を求めればいいので、はい、異数3を持ちます。はい、そのような異数3を持つような、こう2の K 乗の K には、はい、3と互いに素であるような数、つまり1と2がいる、そのような数が異数3を持ちうる数、2と4ですね。はい、ということでこちらの法則が成り立ちました。はい、ではいよいよ一般的に証明してみたいと思います。はい、まず、はい、1から P の中の数を A とします。これで一体1、2、3、4、5、6のどれかを A としますね。はい、として、はい、 A の0乗、 A の1乗、 A の2乗、A の D-1 乗っていうものを考えてみます。はい、そしてそこの集合を ① とします。で、もちろんこれは元 P で考えてます。1は方 P で合同なペアを作りません。はい、こちらの証明も、はい、こちら先ほども言ったようにこちらの動画で紹介してます。はい、なので合同なペアを作らない。そして X と P は互いに素であることから、余りが0となるものもいないので、1っていうものは、はい、1は X の D 乗合同1モッド P の解を考えていることになります。先ほどの2の時とか1、2、4みたいになってたんですけども、はい、あれは X の3乗合同1モッド P となるような、その解を考えていたというような感じになります。はい、そしてこちらって D 個ありますよね。そしてこれは高々 D 個の解を持つんですけども、これは合同なペアを作らないことから、はい、こちらの1っていうものは X の D 乗合同1モッド P の解の全てになってます。はい、1をそれぞれ D 乗したものを考えます。それは A の形状の D 乗を意味していることに他なりません。これは指数法則により逆にできるので、 A の D 乗の形状合同1となります。はい、 A の D 乗は、はい、こちらですね。こちらを前提として考えています。はい、A の D 乗の形状は5度1となりますね。これももちろんもっと P の世界ですね。はい、A の異数を D として今考えています。はい、なので A の D 乗というものは A の異数を D とするので、この A の D 乗5度1で成り立つことから、ここは1を5度なので、はい、1の形状はもちろん1と5度だからもっと P、これが成り立ちますね。はい、しかし、1の数がすべて異数、D であるとは限りませんね。異数 D じゃないものが存在するかもしれません。なので A の形状の D 乗ですね。なので A の形状っていうものを一つの塊として考えて、それの異数が全て D でなるとは限らないんですけども、どれかは D となりますよね。その D と K の関係が一体何なのかっていうのを今回は調べます。はい、なのでひとまず A の形状の異数を E として、 A の形状の E 乗合同1
モッド P を考えます。そしてこの E がですね、うまくある特徴を捉えておけば証明が進んでいくという話になります。はい、こうですね。 A の K 以上5度1モッド P が成り立ちますね。それと、はい、A の位数は D であることから、はい、D というものは、はい、位数の定義により、はい、最小の自然数でしたね。そして、はい、こちら、はい、位数っていうものはこの何とか乗して合同1になりうる数っていうものの約数になることはこちらの動画で証明しました。はい、なのでこの A の K 以上のこの KE っていうものは A の位数 D の倍数になってないといけません。はい、なので、はい、このようになります。こちらの記号覚えてますか？ KE っていうものは D で割り切れるということになります。はい、なので KE のが今大きいです。で、D で割り切れることになってます。はい、そして割り切れるんですけども、この D と K っていうものの公約数が何か G があったとします。まあ、最大公約数 G があったとします。はい、すると D は G×D' のように、この公約数×何かですね。で、K イコール公約数 G×K' ですね。そして、最大公約数なので、この D' と K' っていうものは、はい、最大公約数であることから、もうこちらとこちらは互いにそうですよね。はい、このことにより、こちらの式っていうのは、はい、この式は、はい、このようになりました。そして G は G で割り切れるので、ここを消えると、はい、次のようになりますね。K'×E は D' で割り切れるですね。でもしかし、こうですね。D' と K' は互いに素であることから、D' と K' ですね、こう割り切ることはありえませんね。はい、なので、この D' と E が割り切れる関係にあります。はい、つまり、もう D' と K' はもう互いに素であることから、D' は K' で割り切ることはできません。だから、その相方である E が D' で割り切れるということになる必要性がありますね。なのでこれが成り立ちます。はい、そしてこちらですね、この式 D イコール GD' K イコール GK' により、はい、G について解くと、それぞれ G イコール D' 分の D、 そして G イコール K' 分の K となることから、これイコールで結んでこのようになりますね。そして、かけてかけて分数を処理すると、はい、D×K' イコール K×D' となります。はい、ここまで出てきました。はい、したがってこうですね、A の K 乗の D' 乗というものを考えると、こちらですね、結構大切な式です。この式によって、この KD' というものは、ここにより、はい、KD' というものは DK' にできますね。なので DK' にできます。そして A の D 乗っていうものは、はい、最初に言った A の位数を今 D としていることから1ですね。なので1の K' 乗といっても1だから1と合同になります。はい、そして A の K 乗ですね。こちらの位数を今 E としてましたね。はい、E として考えていたので、位数というものは最小正だから、はい、ここの D' 乗も、はい、A の K 乗の D' 乗も合同1にし得るんですけども、はい、この D' の最小正は、はい、E であることから、はい、そして、こうですね、こちらの式により、はい、E は D' で割り切れることから、はい、こちらの式だけ見ると E の方が大きい感じがするんですけども、こちらの式見てみると E は、はい、最小性を満たすので D' の方が大きいですね。なのでこちらが成り立つ以外にありえないということが分かります。はい、そしてここで A の形状の D 乗合同1モッド P を満たし、 A の形状の位数が D となるような A の形状ですね、で形状といっても、はい、0から D-1 は取れます。これの条件って一体何なのかというのが気になりましたね。はい、先ほど言ったように D 乗すると全て合同1になるんですけども、全てが位数 D であるは限りませんでしたね。はい、なんですけども、必ず D を位数とするものはこの0から D-1 の A の0から 1-D 乗ですね、
つまり A の形状のどれかこう存在するということは言えましたね。はい、そういったものの条件は、はい、この E イコール D' ですね。この A の形状の位数を E としていることが、この E というものはこう位数の E です。そしてここ D 乗としているものも位数となる条件なので、これ位数としたいことから、はい、位数って最小性を満たすので D' と D が等しくなること以外にありえません。はい、はい、D' イコール D により、ここですね、ここの数を見てみると、はい、 D' イコール D からここの数1しかありえませんね。はい、ここです。なのでD と K の最大公約数が1、つまり互いに素ですね。D と K が互いに素であるような K ですね。そういった A の形状が D を位数とするための条件です。はい、だから、はい、なので位数が D となる A の形状というものは、K と D が互いに素となる A の形状であります。はい、ここまで出てきました。なので、ファイ D 個ですね、これって。D と互いに素であるような K っていうものは、ファイ D 個でありますね。はい、したがって、この中で、位数が D となるものが、ファイ D 個、います。はい、したがってですね、ここですね、D が、P-1 の時を考えると、はい、P-1 を考えると、ここ0から P-2、2までなんですけども、0から始まっていることから、ここって P-1 個で、かつ P を法としていることから、はい、あまりはすべて、はい、0ではないので、もう1から P-1 っていうものを漏れなくあまりを満たしてますね。なのでこちらの集合というものは、実際には1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 みたいな感じで P-1 までを考えていることになってます。はい、そして同じように議論を進めていくと、ここですね、ここも、このように P-1、P-1 となって、はい、最終的には、ファイ P-1 個となります。この0からですね、P-2 までの中で、P-1 と互いに素である、はい、A の形状っていうものの数字が、はい、位数を P-1 を持ちうる数ですね。はい、それっていうものは先ほど言った集合でいう 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 のこういった集合、こういった集合の中から、はい、それぞれこちらとこちらと対応していることから、 P-1 個の規約剰余形の集合の中から A の形状との K と P-1 が、はい、互いに素であるような K のやつを探して、それぞれがこちらの集合に対応することから、原子根というものの個数は φp-1 個ってなる。このことが言えます。なので、ここの d を p-1 にすれば、原子根は必ず存在する。しかも φp-1 個存在するということが言えました。はい、いかがでしょうか。はい、このようにして原子根が存在することを証明することができます。原子根の存在定理ですね。はい、そして最後にこちらですね。はい、もし p-1 の約数の中で、こう0ですね、なんか位数を持たないものがいたとします。その全く位数がないみたいな、そういうのも考えて、それが辻褄が合わないことを証明して、原子根の存在定理を終わりたいと思います。はい、A の0乗、A の1乗、A の D-1 乗の中に、位数 D となる数の A の形状が存在しないとします。はい、つまり、位数 D というものをそれぞれ D1、D2、DP-1 みたいに全部書いてみますね。この D というものは、はい、もちろんこれですね。これは、P-1 の約数 D で考えてます。はい、例えばどういうことかというと、位数 D となる A の形状が、ファイ D 個存在すると仮定して、先ほど成り立ちましたね。例えばどういうことかというと、位数 D となる A の形状が、プサイ D 個存在すると仮定します。これ、プサイと言います。はい、なので、例えば D1 では、プサイ D1 では、
ファイ D1 個ですね。それはこちらで証明しましたね。はい。例えば、異数 D1 となるような、その数ですね。数字の数っていうものは、ファイ D1 個ありましたね。なので、プサイ D1 っていうものは、ファイ D1 と一致するんですけども、はい。例えば、この約数 D2 では、異数が D2 となるような数が一つも存在しないものがこうやって一個あって、はい。その後またこのように続くものがいたとします。ここですね、問題は。こういったように、異数が D となるような数が存在しない、つまり0になることが言えたとします。はい。しかし、D は P-1 の約数ですね。これによって、シグマ D の縦棒 P-1。これ、約数それぞれですね。例えば、D1、D2、でででっていうものを、ここの D にどんどん代入したやつの個数です。それっていうのは、ここで見た通り、漏れなく満たしてましたね。はい。なので、P-1個ありますね。ここだったら、P-1 の6である6個ですね。こう漏れなく満たしてました。したがって、こちらは P-1 が成り立ちます。はい。そしてこちらですね。シグマの D 縦棒 P-1 のファイカッコ D イコール P-1。はい、こちらです。オイラー関数の和の公式の証明はこちらをご覧ください。はい。なので、シグマ D 縦棒 P-1、プサイカッコ D イコールシグマ D 縦棒 P-1、ファイ D となります。これが成り立ちます。はい。このようにですね、プサイ D イコール0みたいなやつがいたとしますね。今回ではプサイ D2 イコール0。このようなものが一つでもいたとすると、シグマ D の縦棒 P-1、プサイ D 小なり、シグマ D 縦棒 P-1、ファイ D となり、不合理が生じます。はい。したがって、プサイ D は0とイコールではありません。ノットイコール0が示せました。存在しないことはありえないですね。はい。以上から、原子項の存在定理を証明することができました。はい。いかがでしょうか。今回は原子項の存在定理の第1弾。こちらはですね、ガウスですね。有名な数学者、ガウスが証明したものになります。はい。そして次回は、原子項の存在定理のもう一つの面白い定理ですね。こちらは、高木定治先生ですね。日本初のですね、数学の博士の高木定治先生が、初等整数論の本でご紹介している証明方法になります。そちらもぜひお楽しみくださいね。では今回は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。